ミリーいいジャンプ。こっちにおれ。いや桜木さん、久しぶりにこの最後の決めのジャンプミレニー。はい、このジャンプをミレニーが一番高かったな。いや揃いましたでも。よかったよ今。ここからちょっとした自由時間、それぞれのペアに楽しんでもらいましょう。ミレニーも張り切って答えてくれるのか。さあ水しぶきの上げ方たくさんありますよ。ミレニーこんな風に褒めてやがって。次は全身だったね。はい、体全身使いました。もうちょっと出るんだけどね。その横ミュウは何をするか。ミュウはちょっと今日リラックスしたいモードだったんで、尾びれを持って遊んであげるかなと思ってました。お、それでミレニーも好きなんだよな。尾びれを持ったらそのまま一発勝負。はい、この後ミレニー楽しますね。ミレニー、田中さんとこなど遊んで、ありがとう。さあこの尾びれを持ってもらったとき、もちろんイルカが泳ごうとしたらね、男じゃないけど引っ張れないんです。力抜くっていうのはその瞬間にね、リラックスしてるっていう証拠です。さあステージの右側には沢がやってきました。さっきね紹介できなかったんですが、めっくりだけどタイミングがいいんですかね。さあこれはいいね。さあミレニー、水しぶきは得意なやつ。最後はヌイだ。かっこいいジャンプ、ちょっとヌイでしまったね。桜木さん、場所取ったのにも関わらず合ってなかったと。私たちと一緒に合図を出してみましょう。まずは手を叩く。叩いた後に両手で指差し、イルカに向かって指を指す合図、一緒に出してみましょう。返事をしてねっていう合図です。続いて2回のリズム。さあまだ練習です。まだ答えないですよ。2回叩く、指差し2回。どんな風に答えてくれるかは、では本番でやってみましょう。1回のリズムから叩いて合図、もう一度、さあ残念です。さあこの後2回にします。2回。私は桜木です。最後に空中のお知らせ。
ミレニア。